マクラーレン MP4 から13は、マクラーレンが1998年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラ1カーであるウィリアムズとの契約上、1997年8月からマクラーレンに加入したエイドリアン・ニューウェイがテクニカルディレクターに就任した。チーフデザイナーのニール・オートレイは1996年から2年越しで MP4 から13の設計。 開発を進めていた。そのため、ニューウェイ自身は、僕は手を加えた程度と語っている。開幕前の暫定オレンジカラー MP4 から12の低いノーズと、毎シーズン終盤から投入していた、ブレーキステアリングシステムは踏襲したものの、レギュレーション変更に合わせ、下記の設計で仕上げてきた。シャーシ改良空力向上低重心化、軽量化、信頼性の確保。 グルーブドタイヤへの対応冬のテストでは、MP4 から12の改良版、MP4 から12バイトに、MP4 から13で使うエンジンパーツタイヤを搭載して、約 8000km もの走行を重ねた。シェイクダウン後、新車発表会までは、オレンジカラーの MP4 から 13A でテストを行った。なお、走り出して3周目で、三過発起年がトップタイムを叩き出している。 カナダ GP にて MP4 の13を狩るデビットクルサード開幕戦オーストラリア GP ではブリジストンのサイズアップしたフロントタイヤとブレーキステアリングシステムが組み合わさったことで全社を周回遅れにしてワンツーフィニッシュを果たしたこれに危機感を抱いたジャントッドが抗議を行いチームは第2戦ブラジル GP からブレーキステアリングシステムを自主的に撤去したがそれでも 圧勝劇を再現した。フェラーリ解300は第3戦アルゼンチン GP でグッドイヤーのフロントタイヤのサイズアップを皮切りに前線どこかのパーツを開発、改良してきた。一方で MP4 から13は第9戦イギリス GP で新型ディフューザーを第1 2戦ハンガリー GP では翼端板を変更したフロントウィングを投入しブリジストンはサーキットごとに タイヤ開発を継続した。しかし、MP4 から13は、メカニカルトラブルに悩まされ、8機年は、第4戦三3割の GP と第7戦カナダ GP で、ギアボックス、第1 2戦ハンガリー GP で、ショックアブソーバー、第1 4戦イタリア GP で、ブレーキと勝利を逃す原因となり、デビットクルサードは、第6戦モナコ GP と、第1 4戦イタリア GP で、エンジン、 第7戦カナダ GP でスロットルリンケージと3回リタイアした。これに対してフェラーリが決勝でリタイアやポジションダウンにつながるメカニカルトラブルを起こしたのはわずか2回のみであった。このメカニカルトラブルの差がタイトル争いを最終戦までも連れ込む要因となったがハッキ期年は最終戦日本 GP の勝利で初のドライバーズタイトルを獲得した。 マクラーレンは1991年以来のコンストラクターズタイトルをダッシュし、ブリジストンにとっても初のタイトル獲得となった。メルセデスベンツ 410G エンジンドライバーズランキングタミヤから1、20のプラモデルが発売されていた。タバコロゴのない通常版に加え、タバコロゴの付属する日本 GP 仕様が日本国内向けに販売されていたが、どちらも現在は、 スポット生産に移行している。またミニチャンプスから1、20と1、43のミニカーに加え、1、8モデルの大型ミニカーが発売された。共にタバコ広告がないイギリス GP 仕様である。ありがとうございます。